はい、改めまして皆さんおはようございます。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。では私から2点先ほど、最初に説明させていただきまして、その後ご質問を受けたいと思います。よろしくお願いします。座らせていただきます。はい、1点目ですね、パソコンと小型電子機器の回収サービス開始についてということで、まあ、そちらの資料をご覧ください。これ、まあ、後ほど詳しく説明しますけれども、協定を実は先ほど結ばせていただきましてですね、4月から実施するということで、予定しております。あ、はい、あ、早いですよ。まだ10分前ぐらいの写真が超えているのかなということですね。これ、あ、今、まあ、お配りしますね。はい、まずですね、この本サービスですね、小型家電リサイクル法に定める、パソコンと、小型家電の宅配便による回収を実施する、それ、ことによって再資源化の促進と住民サービスの向上を図るために開始するもので、あります。この事業によって、区民にとって、パソコンの処理がしやすく、なるというメリットがあります。実施方法としましては、愛知県、大府市ですね、大府市にありますリネットジャパン株式会社と連携協力に関する協定を締結して、実施をします。協定に基づいて、中野区は、区報や、ホームページ等により本事業の、区民への周知を行います。で、リネットジャパン株式会社さんは、宅配便による回収、それから回収状況についての区への報告を行っていただくと、まあ、それが、概要でございます。次いきますね。これは現状課題と書いてあります。小型家電、全体のですね、回収状況というちょっとグラフを、これは環境省の、ホームページから、借りてきたものですけれども、見ていただきますと、まあ、2013年から2014年と増えて、2015年まで増えているんですけれども、2016年、次、ここで頭打ちをしているというのが現在の状況であります。まあ、さまざまな要因が考えられると思いますけれども、まあ、こういう今の現状を、打開できるのではないかということで今回、考えております。次ですね。今回この、宅配便での回収をしますけれども、どういうものを回収するかというと、パソコンを中心に400品目以上を、回収するということです。例えばパソコンの周辺機器も、これも回収をするということでございます。で、この、回収の料金でございますけれども、原則として1箱1500円の回収料金がかかりますけれども、今回のように連携自治体、中野区もそうですね、にの住民については、回収品目にパソコン本体が含まれていることを条件に回収料金が無料になるということで、区民としてはパソコンを含めて家電を、リサイクル出すときに無料でやっていただくという、まあ、非常にメリットが大きいということでございます。回収方法になります。インターネットでまず回収の申し込みをしていただいて、この、連携自治体の住民についてはファックスによる申し込みも可能です。そして、次に、回収物が、段ボール、に、詰めます。で、このご希望の日時に宅配業者が回収に伺いますということです。で、回収した小型家電などは、都内の、小型家電リサイクル法の認定事業者のところに搬送して、再資源化処理を行うという流れであります。はい、まあ、メリットをまとめますと、パソコンの排出方法ですねに、これまでのメーカーによる回収に加えて、まあ、このサービスが始まることによって区民の選択肢がもちろん増えるということが1点。また、今回中野区民については回収品目にパソコン本体が含まれている場合には1箱分の回収料金が無料となる。それから無許可業者等によるパソコンの処理量の減少が期待できるということがあります。はい、で、このサービスの実施は、平成31年4月1日からということで開始をさせていただきます。最後に参考として小型家電リサイクル法の概要ということでお載せしております。この法律は使用済み小型家電の再資源化を促進することによって資源の有効活用を図ることを目的として平成25年の4月に施行をされました。中野区では区内18カ所に小型家電の回収ボックスを設置して、携帯電話、携帯ゲーム機器、デジタルカメラ等9品目を回収しております。回収した小型家電は小型家電リサイクル法の認定事業者に売却をしています。
なお、パソコンについてはですね、回収ボックスの、まあ、投入口というか箱に入れる、の大きさがまあ難しいということから、回収の対象としては現在していないということでございます。はい、1点目については以上になります。それでは、次に2点目の説明に参ります。妊娠・出産・子育てトータルケア事業の、拡充についてということで、こちらの資料もご覧ください。区では平成27年10月から妊娠から出産、そして子育てまでの個々のニーズに応じた切れ目ない支援を行っていくために、妊娠・出産・子育てトータルケア事業というものを行っております。今回この来月の4月からですね、新規事業等も含めてこの事業を充実させていくということになりました。でこの事業はですね、妊娠から出産、子育てまでの、個々 のニーズに応じた切れ目ない支援を行うため、妊産婦に対する保険指導、それから各種サービスの提供を行っているもので、具体的には医療系の専門職による相談支援、支援プランの作成や産前産後の母体のケア事業等を区内4カ所にある健やか福祉センター、こちらで、を核にして支援を行っているものでございます。はい、まず事業の、全体の体系ですね。妊産期相談支援事業、これカンガルー面接と呼んでますけれども、それから2番目産前産後サポート事業、そして3番目産後ケア事業ということですね。こちらは3つのサービスがあります。そしてその他事業ということで、これが全体の体系になります。最初に妊産期相談支援事業カンガルー面接、こちらの内容を簡単に説明させていただきます。チラシがついていると思いますけれども、こちらですね。そうですね、妊娠したら生まれたらと、こういうこうチラシがついています。これも合わせて見ていただければと思います。その中のカンガループランを作成しましょうというところの、今説明に入ります。中野区に妊娠届を提出した全ての妊婦の方、支援を必要とする産婦の方に面接を行い、個別の支援プランを作成して産前産後の事業やサービスの提供につなげています。妊娠20週以降の妊婦へ電話、プレママコールと言っているんですけど、これを行って面接をして、面接を受けた方、ギフト券も送っているという事業になります。で次がですね、括弧に、産前産後サポート事業ですね。産前サポート事業では妊婦を対象に母体ケア、や妊婦体操等の講座を実施しております。マタニティヨガやケアクラスというものがあります。そして産後サポート事業では母体のケア、乳児ケアの講座のほか、地域の子育て経験者による子育て学習会を親同士の情報交換や交流の機会として仲間づくりを促しているというものがございます。で次にスライドのですけど、加古さん、産後ケア事業ですね。こちらはショートステイというもの、これが産後4ヶ月までは助産院でということで、心身のケア、新生児に対する指導、そしてデイケア、こちら通所型ですね。産後6ヶ月まで日帰りでショートステイと同様の支援を受けられるというもの。そして丸3、ケア支援者派遣ということで、これはアウトリーチ型といって訪問型ですね。支援が必要な場合は産後6ヶ月まで、ケア支援者を自宅に派遣をして、相談や育児支援を受けられるサービスがあります。そして次がその他の事業ということで、こんにちは赤ちゃん学級、そしてこんにちは赤ちゃん訪問、そして妊婦さんのハッピーお食事講座、これらの事業も、やっているところでございます。で、これがここまでが、前段の話でございますけれども、ここからが、今回の、新規と拡充の話になります。まず、新規事業の産前産後家事支援事業についてご説明を、いたします。この事業は妊娠中または産後において家族などからの援助が受けられないで、体調不良等により日常の家事を行うことが困難な方を対象にした事業であります。家事支援者を派遣して家事・育児の支援を行い、妊産婦の健康回復、それから子育てを支援することを目的に実施をするものであります。対象となる方は先ほど申し上げた通りで、利用できる期間
これが妊娠中から産後6ヶ月以内としておりますけれども、特に必要があると認められる場合には、産後1年を経過するまでの日の間で必要な期間とすることもできます。具体的な家事支援の内容については、食事の準備、それから後片付け、衣類の洗濯、部屋の清掃、食材等の生活必需品の買い物、検診の付き添い、乳児の兄弟の世話ですね、保育園等の送迎、そんなことを考えております。はい。この事業の実施方法ですけれども、事業者に委託をして実施をいたしますが、派遣される方は、助産師や保健師等の資格があったり、育児に関する知識があって、妊産婦の支援に関する講座や研修を受講した人ということに、しております。利用できる時間数ですけれども、1回の利用は1時間以上で、妊産婦1人当たり34時間を上限としております。なお、双子など、多胎児の場合には17時間、そして上の子がいる場合は6時間を加算をするということで考えております。利用できる日は、土日、祝日、年末年始を除いた日の、月曜日から金曜日、いわゆる平日ですね。ということで、時間帯は午前7時から午後7時までということです。で、利用の負担金ですけれども、1時間につき1000円ですけれども、生活保護世帯、それから住民税非課税世帯等は免除ということで、いたします。次、続いてですね、産前サポート事業の拡充についてということで、あります。で、これまで、初めての出産を迎える妊婦を対象として、2カ所の健やか福祉センター、これが、中部と北部というところにありますけれども、実施してきましたマタニティヨガ、こちらについて、新年度からは出産経験のある、妊婦にもご参加いただけるよう、利用枠を設けるとともに、4カ所すべての健やか福祉センターで実施する、ということでございます。このことによって、今年度は2カ所で、合計17回の実施回数が、新年度からは4カ所で合計24回ということで、増えていくということであります。また、このマタニティヨガと2カ所の健やか福祉センターに実施している産後ケア事業のデイケアにおいて、それぞれ一時保育も実施するということで、ここも拡充をいたします。はい、妊娠・出産・子育てトータルケア事業の拡充についての説明は以上でございます。あと、別紙というか、お知らせイベントとつけております、今年ですね、JR 中野駅開業130周年ということで、区にある中野区立歴史民俗資料館、こちらでですね、中野駅の特別展示を行うということで、まずそれが1点目のチラシがついております。それから、もう1枚、これはもう第33回になるんですけれども、中野通りの桜祭り、これが4月の5日から3日間予定されております。中野通りの、中野駅北口を出てずっと北側に歩いていくと、300本ぐらいのソメイヨシノがずっと植わってるわけです。そこが、中野、桜祭り、そこをずっと歩いていくと新井薬師公園というのがありまして、そこがメイン会場ということで予定をしております。ちょっと桜がちょっと今どこがねピークになるかちょっと非常に気になるところですけども、なんとか持っていただければと思っております。はい、以上でございます。では以上の内容につきましてご質問をいただきたいと思います。少しでご社名とお名前もお願いします。新規の拡充の部分について、他の自治体でも安全さんを家事支援中やってると思うんですけれども、中野区としてのことで、今ちょっとお話を言うと、あと区としてはその1時間につき1000人の利用料の、に加えて、区としてどれぐらい負担されるのか、でそのトータルの予算額についても教えていただきたい。はい、まずですね、国のガイドラインによって産後ケア事業の実施方法3形態ですね、宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型、今先ほど説明しました。全て実施をしているのは、23区では中野を含めて4区、中野、練馬、文京、江東ということであります。
で、この4区の中で産前産後サポート事業も実施しているのは中野文京そして練馬区の3区ということであります。それから予算についてはですね、予算は、はい、ちょっと担当と申します。まずご本人様のご負担は1時間1000円なんですけども、こちら事業者には2000円1時間2000円お支払いしますので、区の負担は1時間から1000円になります。生活保護世帯とかですね、この方は免除になりますので、その場合は区が1時間あたり2000円を負担しています。で、全体の予算規模ですけれども、補助金とか、都の補助金もありますけれども、全体の支出としては、580万弱ということで、一定程度その利用者負担金ですとか、都の補助金がございますので、3分の1を下回る金額が、財源の支出。区の負担は3倍です。今回はその3倍というふうになっています。そうなります。はい、で、半額と、補助しますよという制度なわけですけど、ね、利用者数の見込みはどれぐらいですか？はい、ですね、大体130、140、150名程度かなというふうに予想しております。いつから申し込み開始できますか？新年度4月1日からの申し込みをお願いします。申し込み方法とかどうですか？はい、申し込みです。すでに区方の方ですね、区方ホームページの方で、ご周知させていただいておりますので、区の使い方センターの方にご連絡いただいてご案内をさせていただきます。そうですね、こちらにも別途事業のチラシをご覧くださいと書いてあるので、そのチラシは今ではない、まだできてないですね。はい、後で連絡先を教えてください。お願いします。はい、利用したいと思います。はい、はい、申し込みを連絡先ですよね。はい、こちらのリメントですね、一番右下にお問い合わせということで、各4カ所のトヨタセンターの連絡先が載っておりますので、こちらの方にお申し込みいただきます。あ、これも申し込みいただきます。はい、なります。はい、制度ということで、はい、そうですね。値段も1時間2000円というのは区の制度なんで、だいぶ抑えてきて、そうですね、ご協力いただいて、そうですね、はい。神戸新聞の中と申します。最後にあった中野駅と町の移り変わりの件で、はい、これで主催は 区でいいんですか？区です。中野区、はい、あ、中野区立、なるほど、歴史民族資料館です、ね。はい、で協力が JR 東日本。そうです。あ、なるほど、なるほど。今回100周30周年を迎えるということで、今計画で中野駅の周辺って町が大きく変わろうとしているその転換期に来ていると思うんですけれども、改めてこういった展示会を開く意義というか、ちょっとざっくりした質問で恐縮なんですけど、区長のお考えを。やっぱり中野駅ができて、やっぱりこの中野駅周辺っていうのは一気にこう発展をしてきたということと、やはりその中野通りをこう掘り下げて、その鉄道の下を道路が通ったりって、やっぱりこれまで街づくりに関わってきた人たちのやっぱりこう、なんですか、汗がやっぱりこうね、汗をかいていただいたというのはよくわかるこの展示になると思いますので、ぜひ中野の駅の歴史とともにこの地域のこの歴史も一緒に学んでいただければなと思っております。わ、うん、かりました。ありがとうございます。関係項目については
本日のテーマ以外でのご質問ございましたら、お聞きしたいと思います。ちょっとこの区長としての動きではないので、そこは、はい、ただ、まあ、依頼はまだ来ておりませんので、ここはちょっとまだ分かりません、はい、具体的な依頼はまだ来ておりません、はい、はい、来ておりません、はい、はい、結果的には前回一致ということで全員賛成をいただいたということで、なんか十何年ぶりだということみたいなんですね。まあ、それは大変ありがたいことだとは思っておりますけれども、そうですね、まあ、いろいろと、個々の課題はあったとは思うんですけれども、やはりそれをちゃんと議会の皆さんとも議論をして、丁寧に進めてきた結果、全員の、賛成をいただいたと。いうふうに思っております。ご自身としては、手応えを感じていただいた、まあ、手応えというか、まあ、一生懸命やってきて認めていただいたということだと思います。ありがとうございます。一定のところで平和の森のところで、まあ、その部分に関しては、まあ、少々厳しい結果に向かいだったかなと思うんですけども、まあ、区議選も控えまして、議会構成もある程度変わることも想定される中で、今後の、契約変更にあたっての、今、どういった形で進めていくのかお考えになっているのか、ちょっと減額の、議案だったんで、まあ、そのままやれることはやれるとは思うんですけども、それはさすがに、まあ、議会の判断もあって、そのまま進めるのは難しいかなと思われるんですが、現時点でお考えで、具体的にこれからどうするかっていうのは、もうちょっと詳しく詰めなければいけないとは思っておりますけれども、その3月の最終日の段階で、議会の、判断ということで示されたということで、それはやっぱ真摯に受け止めなきゃいけないと思っております。私としては変更契約案ということで、これまで半年ぐらいかけて議論して、まあ、提案をさせていただいたものなので、それが認めていただけなかったことは、まあ、非常に残念だとは思っていますけれども、これもやっぱり議会の、まあ、判断というのはやっぱ尊重すべきだろうというふうに思っております。どうですか、まあ、実際にその内容をやっぱり修正する形になるのかというところも含めて、今後、まあ、判断されていくということになるのか。基本路線としては要は現行案というのが、議会の意思というふうに捉えるべきだと思っております。はい、ありがとうございました。